飲めるお酒を使いましょうっていうふうに宣伝してきました。その情報も古いかなと。高いお酒を使っても料理って全然美味しくなってきません。今新しいジャンルとして料理用精酒というジャンルがあります。皆さんこんにちは、作家料理家の樋口直哉です。今日は解説シリーズ、お酒、酒について解説していきたいと思います。レシピに酒とだけ書いてあればそれは日本酒を指します。日本酒いろんな種類があります。スーパーに行っても何を選んだらいいかわからないということもありますし、酒といってもですね、実は料理酒と清酒と2種類あるんですね。でまた清酒の中でも高いお酒を使ったから料理が美味しくなるのかということについてもお話していきたいと思っています。僕のレシピにもいっぱい酒って出てきますよね。何のために酒って入れるかって分かりづらい調味料だと思うんです。時々ね、お酒何か代用できますかとか聞かれることがあるんですけども、実はね、お酒って代用できるこう調味料があんまりない、他に代わりの効かない調味料なんです。それなぜかっていうのはですね、調理効果、お酒を料理に使うとどういう効果があるのかっていうのを知るとですね、分かると思います。お酒を料理に使うメリットは6つあります。1つ目は肉や魚の臭みを抑えるっていう効果です。例えばお魚の臭み成分ってトリメチルアミンっていうアルカリ性の物質なんですけども、お酒、酸性のお酒を加えると中和されます。もう一つ、お酒にはカルボニル化合物がたくさん入っているので、それが反応して臭みが消えます。お酒にはアルコールも入っているので、アルコール沸騰させると共沸効果という、共に沸くと書くんですけども、共沸効果があって臭みが一緒に揮発していきます。これによって臭みが消えるということです。日本酒にはそれ自体にいい香りが含まれているので、それでちょっと嫌な匂いをマスキングするという効果もあります。例えばちょっと古くなったインスタントラーメン、袋麺を茹でるときに袋開けた瞬間にちょっと匂いがあるなっていう場合はですね、一緒にお水の中にお酒をちょっと入れてですね、作っていただくと適面にその油の酸化臭というかがなくなるのが実感できると思います。2つ目、食材を柔らかくするという効果です。酒を肉に振って蒸したものと何もしないで蒸したものを比較すると、酒を振って蒸したものの方が柔らかくしっとりと、します。それはなぜかというと、アルコールが肉に浸透することで筋繊維の、保水性が高まるからなんですね。で日本酒って pH 4.0 から 4.5 の弱ある酸性なんで、弱酸性に置くと肉が柔らかく保水性がプラスされるという効果もあります。3つ目、甘みや旨味をプラスするという効果です。日本酒、グルコースとかアミノ酸、有機酸を多く含む調味料です。しゃぶしゃぶとかにお湯にお塩とお酒を一緒に入れると、先ほど最初に説明した臭みを消すという効果だけじゃなくてですね、味も良くなります。アミノ酸についてはですね、ワインの2倍、ビールの10倍含まれているので、まあ、単体飲んでも美味しいと思われるぐらいの濃さのアミノ酸が入ってるんですね。でこれが料理の味を良くします。でワインは酸味と香りが特徴の調味料なんですけども、比較すると日本酒というのは、酸味が穏やかなので、いろんな料理に幅広く使います。糖とかアミノ酸以外に注目したいのは琥珀酸です。琥珀酸は有機酸の一種で、アミノ酸ではなくてですね、有機酸なんですけども、ちょっとした収斂味っていう渋みみたいのがあります。貝の味を特徴づけている物質で、まあ、弱い旨味を呈するっていう報告もあるんですけども、コクに関係してきます。と加えることで味わいが複雑になって、では結果として美味しくなるということですね。4つ目は煮崩れを防止するっていう効果です。野菜を煮るときとかにお水と一緒にお酒を入れて炊く場合があります。野菜の細胞っていうのはペクチンとセルロースで構成されています。アルコールはそのペクチンに作用してペクチンを固める働きがあります。それによって野菜が煮崩れにくくなるということですね。なので特に芋類などで効果がすごく出ます。肉じゃがを煮崩れさせないで炊きたいとかですね、里芋をこう断面をきれいに炊きたいという場合にはお酒とみりんをよく使いますけども、そういう効果を狙っているものなんですね。
アルコールは今野菜の話してましたけども、タンパク質にも作用します。例えば煮魚を作るときに醤油とお水だけで炊いた場合、40度から50度ぐらいでタンパク質が水分に出てくるんですけども、調味液にお酒を添加するとその溶質量が抑えられるという報告があります。旨味が閉じ込められるということですね。はい、5つ目の効果は焦げ色を良くするという効果です。先ほど述べた通り、お酒にはアミノ酸と糖が結構含まれています。そのため、メイラード反応、糖分とアミノ酸を加熱することで反応する反応ですけども、それがよく進みます。焦げ色もきれいにつくんで、より美味しくなるってことですね。でメイラード反応によって、まあ、その臭みなどもマスキングされるので、まあ、より風味が良くなるっていうことは言えると思います。最後の効果は味を柔らかくするって効果です。日本酒には緩衝作用といって pH を一定に保つ働きがあります。これ味噌と同じです。酢の物に加えると酸味が穏やかになったり、塩味がまろやかになるので、よくね、塩ラーメン作る時の塩だれには日本酒って欠かせないんです。焼肉のタレとかもそうですね。同じように使われます。でまた含まれるアルコールが味の浸透性を高めてくれるので、他の使用する調味料の減らせるっていうメリットもあります。こういったメリットを知っておくと、どこのタイミングで酒を使ったらいいかっていうのが分かるようになると思います。特徴的なのは、お醤油は塩味をつける、砂糖は甘みをつけるっていうふうに、こうはっきりした役割があるんですけども、お酒ってどちらかというとお醤油の役割をサポートしたり、塩味を柔らかくしたりですね、そういういろんな調味料と合わせて使うことによって持ち味が生きてくる調味料です。だから名脇役みたいな感じです。では料理にどんなお酒を使ったらいいのかっていう話になります。スーパーに行くとですね、調味料コーナーには料理酒というものが売られていて、お酒売り場には清酒ってものが売られています。清酒にもいろんな種類があって、例えばこういう純米酒であったり吟醸酒であったりっていうものがあります。まず料理酒と清酒の違いについて復習しましょう。料理酒というのは作る段階で飲めないようにするために塩分を添加して作られたものです。塩分が 2.5% ぐらいだいたい入ってます。料理酒にもいろいろとあって、原材料が米と米麹の塩だけのものであったり、そこにアミノ酸が添加されていたり酸味料が添加されていたりっていう、いろんな料理酒があります。ただ料理酒と呼ばれているものは塩分が入っているのは共通しています。なのでレシピ書いてる通りに料理作ったけどちょっとしょっぱいかなみたいな問題が起きやすくなったりするのも料理酒です。でちょっと使う分には影響はないかもしれないんですけども、例えば日本料理屋さんだと煮魚を作るときに 50cc とか 100cc とか使います。そういった場合に料理酒を使うとしょっぱくなっちゃうって問題が起きるんです。なので料理研究家とか日本料理の職人さんとかは、飲めるお酒を使いましょうっていうふうに宣伝してきました。僕も本で読んだことがありますし、僕自身もそう言ってたことがあります。実はですね、その情報ももう古いかなと思っていまして、その話をします。先ほど清酒の話をしました。清酒ってのは飲めるお酒です。スーパーに行くとお酒売り場に売ってます。お酒売り場に行くといろんな商品があります。例えばこういう丸みたいな、お酒、これはすごく安いお酒ですけども、まあ、飲んで扱いにすると美味しいんですけど、安いお酒からこういう大吟醸みたいなね、高いお酒までいろいろとあります。高いお酒を使ったからといって料理が美味しくなるんですかっていう質問があるんですけども、高いお酒を使っても料理って全然美味しくなってきません。これが面白いところです。最初にご説明した通り、お酒っていうのは米と米麹を醸造して作ります。高いお酒というのは外側をいっぱい削って綺麗な味にするための処理をします。そうすることによって味としては雑味がなくなっていくんです。ですが6つの調理効果の説明した通り、料理ではその雑味がいい仕事をするんです。なので吟醸酒、大吟醸より純米酒を使った方が料理は美味しいっていう結論になります。ただその話はもう古いっていう話をしましたが、もう古くてですね、今新しいジャンルとして料理用清酒というジャンルがあります。今目の前にあるのは僕が愛用している宝の料理のための清酒ですけども、大体そのお酒売り場に行くと料理清酒って書いてあったり、料理日本酒って書いてある商品があるんで、それを選んでください。それは料理のために作ったお酒なので美味しいです。
それはなぜかで説明します。先ほど琥珀酸の話をしましたけども、飲むお酒に収れみであったり渋みがあったらちょっと嫌ですよね。でも料理ではそれがすごくいい働きをするので、料理用精子というジャンルはそういった美味しい成分、旨味物質であったり有機酸であったり、そういったいい働きをする成分が多く作られるように作ってます。具体的に言うと、お米をあんまり削らないで作ったり、醸造する温度をちょっと高くしたりですね、専用の酵母を添加したりすることをして作っています。本当にね、料理のために作ったお酒なんです。でもちろん料理のための清酒、あるいは料理用清酒というジャンルは清酒なんで飲めるんですけど、本当にね、料理に使うと美味しくなると思っています。この違いはすごいシンプルな、他の調味料を使わない料理、例えばかぼちゃの塩煮といってですね、酒と水と塩だけで、かぼちゃを煮る料理を僕以前紹介してるんですけど、そういった料理であったり、きのこをね油で炒めてちょっとお塩とお酒だけで味付けするみたいな、あるいはアサリの酒蒸しとかですね、そういうシンプルな料理を作ると差がねすごく分かりやすいと思います。ぜひですね、いつも普段は何でもいいから使ってるよっていう方も、一回ちょっとスーパーに行ってですね、料理って書いてるわけが、その料理の養成酒みたいなジャンルを商品を選んでですね、ちょっと試していただきたいなと思います。価格もそんな高くないんで、すごくおすすめです。最初に述べた通りですね、お酒って料理の味わいを邪魔しない調味料なんですね。なので、日本料理だけじゃなくて、洋食であったり中国料理であったりっていうのにもすごく使いやすいと思います。酒ってそういう意味ですごいね、レンジの広い調味料なんで、まあ、ぜひ、台所に1本備えていただきたいなと思います。解説は以上になるんですけども、いかがだったでしょうか。他にもですね、いろんな調味料、台所にあるので、これを解説してほしいという声がございましたら、コメント欄にぜひお寄せください。いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。